中国湖北省に残る日本人らの帰国のため、4便目となるチャーター機が今夜、武漢に向けて出発する見通しです。今回初めて中国籍の配偶者など日本人の家族も搭乗する予定です。中国湖北省には帰国を希望する日本人がおよそ140人残っています。第4便にはおよそ200人が搭乗する見込みで、外務省の幹部によりますと、 中国籍の配偶者などの出国について、中国側からほとんどのケースで許可が下りているということです。関係者によりますと、4便目のチャーター機はこれまでと同様に全日空が運航し、羽田空港を午後8時に出発する方向で準備に入っているということです。政府はこれまでにチャーター機3機を派遣し、565人の日本人が帰国しています。